気も見損なったな君。どうしたんだ君、緊張したまえ緊張。じゃあお待ちしております。いや、はい、では鍋茶屋のほどお待ちしております。盛大にパーティーでしょ。あやす社長もしっかりしなきゃいけないよこりゃ。どうもあいすいません。俺はどんなことがあっても必ずおみっちゃんのとこに帰ってくるぞ。じゃあおみっちゃん、あばい。ごさくさん。はあ。あげましょうか。お、何くれる？社長さんのお望み次第。お、何でもか。うん、ほんとたっぷりあげる。ほんとか。ほんと。ほんとくれる？ほんとよ。ほんとよし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 。あなた、こちらへ。僕は潔白だよ。ほんとに潔白だ。僕は神様に対して、仏様に対して、誓ってたら、僕は紳士の道を踏み外したことはありません。浮気なんかしちゃダメよ。君こそだよ。何だよ。大体ね、うちの社長はね、横暴だよな。ええー、そうだろ。役者が自分下手なくせにね、俺は気違いだから何だって言っていいの。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ああ、そういうことしちゃダメ。にゃんにゃん、お帰り。僕は君を見損なったよ。私だって見損なったわ。ああ、不愉快だね。不愉快だったらどうしようっていうの。こんなうち帰ってくるんじゃなかったよ。何がうにゃうにゃだよ。社長、小泉ちゃん、こんひげがよか。ちょっと待ってください。小泉ちゃん、私こういうこと初めてなんだから。